どうも、六六組のエンタメラバーへようこそ。六六組の決める人とペチと長男ことサクです。今日も帰ろう。何を注文したんでしょうか。大人数でカラオケ行った時に何の気なしにすぐ一発で歌ってくる人を注文しました。それ大事だよね。大事、困んのよあれ。いけないそれ。歌ってない最初。あ、歌いますよ俺全然。何歌う。一歩すねに穂下がるとか歌いますけどね。あ、盛り上がるか。水前時期をということで、君と世界が終わる日にシーズン2第4話直前考察。はい、ということで、まあ、うん、前回ね、第3話はですね、まあ、なんといっても、桑田一が死んでしまったっていうことなんですけども、桑田をつけてください。大一っていうと、国分さんですよね。桑田1位ね。桑田1位がね、死んじゃったんですけども、あれね、結構生き延びれたんじゃないかっていうコメント結構ありまして、あそう、というのも、ワイリンさんですね、桑田一、ガラスの隙間からナイフでゴーレムの頭を順番に刺してください。いや、そうなんや。それよな、確かに。で、あれだね、アリコさんもね、桑田ゴーレムが扉の前にいるとき、ナイフで刺せばワンチャン生きていたかと、ということで、ちょっとやっぱ、そうなんだよな。ね、そうなんだよ。その可能性があると、なおさらやっぱ惜しまれますよね、桑田。かっこつけちまったか。あ、そう、いや、ちょっとね、ちょっと死ななくていいところで死んでしまった。そうなんだね。ちょっと早まったかもしれないんですけど、まあもちろんめちゃくちゃ名場面ではあったんですけども、確かに今見ると結構ね、窓の付近でこう、あーってずっと待機してたから、うん、プシュッって来たらまた、こう行けばね、いけたんじゃないかなと思うけども、もうちょっとジアも言わないと。確かにね。桑田一、あの、刺せばってそうね、刺せばって。そうね、まあね、そういうこともあったけども、うん、まああれがあったから名シーンがね、刺したということで、まあしょうがなかったのかなと思うんですけどね。ということで、まあまあそんな犠牲も出しつつね、物語は進んでいくということで、はい、第4話もね、皆さんと一緒に楽しんでいきましょう。ということで、君と世界が終わる日シーズン2はですね、毎週日曜日0時からHuluオリジナルで配信が開始されまして、僕たちはその同日日曜日にですね、直考察動画っていうのを出しています。で、その直考察動画についてコメントをまとめて、再考察した直前再考察動画を、放送日前日の金曜日にね、上げてますのでね、ぜひ直前本編直後3本ずつ楽しんでいただけたらなというふうに思います。チャンネル登録いただくとね、僕たちの動画も見やすくなりますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。ということでね、第3話のね、直考察動画についてねコメントをまとめてね、再考察をしていくんですけども、はい、まあ、コメントでやっぱ多かったのは、やっぱ黒民順の考察が圧倒的に多かったですね。そう、やっぱ感想コメントとかもね、たくさんいただいたんですけども、うん、考察というところで言うと、やっぱ黒民順が圧倒的だったなっていうのもあるんですけども、その前にですね、あゆえおさんですね、さんまで思ったことがある、それは響きが出てこなかったっていうことだったり、響きが出てこなかったコメントもね、たくさんいただいたんですよね。でもちろんね、響きパパもっていうこともね、ありましたけども、うん、初だよね、響きが出ない。そうだよね、響き出ない回はシーズン1と2通して初めてだったということで、これが何を意味するのかというかね、まあそれほど遠くに行ってるよみたいなことだね。まあそうだね、そういう描写だったのかもしれないよね。まあそんなね、響きがいない中、いろんなことが起こったわけなんですけども、まずはですね、第3話割と冒頭の方だったんですけども、シェルター内でですね、元リゾート会員が一般避難民に対してね、結構差別を行っているよということを、まあ野呂が秋吉蓮にね報告する場面がありまして、そこのねセリフでちょっと違和感のある一言をね、野呂が放っていたんですけども、チャチャさんですね、ありがとうございます。野呂がレンにシェルター内で差別が行われていると話した時に出た、あれは避難民ではなく彼らの仕業なのにっていう言葉が引っかかってなりませんっていうことで、このね、野呂が言い放った彼らの仕業っていうこと、これが結構改めて聞いてみると何のことだろうっていうので、あそこのね、一連の流れまず説明しますと、野呂がね、レンのところに行って、まずレンのね、カットから入るんですけど、差別っていうことを言って、先日社長がゴーレムに襲われた事件以来です、あれは避難民ではなく彼らの仕業なのに、彼ら、まさか、野呂さん、確かじゃないことは言わないでください、すいません。しかしいずれにせよ、会員の方々は我々よそ者を受け入れたせいだと思っているようで、我々偏見を持たれていますっていうのはね、一連の流れがあるんだけども、彼らの仕業っていう、彼らっていうところが誰なんだろうっていうのはね、今思うと結構わからないんですよね。確かに野呂が言ったね、あれは避難民ではなくっていう、あれっていうのは秋吉美佐子社長がね、ゴーレムに襲われた事件をあれっていう風に指してると思うんですけど、だからそれが避難民ではなく彼らの仕業っていう風に言ってるわけなんですけども、ここで言う彼らっていうのは誰に当たるのかなっていうのがめちゃくちゃ難しくて、勝手に猿の島のグループたちを想像しちゃってたけど、そうなんだよね、あの多分本編見てる時はそう思ってたけど、改めて見るとなんかあんまり繋がらないというか、一応そのシーズン2のね1話で明らかになったんだけども、まあ野呂を含め多分シェルターのね方々
なのかな、はその響きたちのことをね、ずっと監視してたよっていうようなことを言ってたので、だからまあ響きたちがねゴーレムとやり合っていたから響きたちの仕業っていうことで言ってるのかもしれないけども、でも別に響きたちの仕業でミサコがゴーレムに襲われた事件が起こったわけじゃないじゃん、じゃないよね。そう、別にそんなゴーレムを操る力はないと思ってそうだし、そうだよねっていうことなのに、彼らっていうのが誰に当たるのかっていうところなんですけども、まあ、考えられるのはゴーレムに関連して、まあ、ゴーレムを作った彼ら、例えば首藤教授とか、まあ、それを取り巻く周りの環境のせいで、まあ、あんなねことが起こっちゃったんだよっていう、割とそのゴーレムっていうものがね生まれたもう根本のことを彼らっていうふうに言ってるのかもしれないし、まあ、さっきね、さっきも言ってた猿の島メンツのことたちを言ってるのかもしれないし、まあ、あとはまだね出てきてない新しい組織のことを指してるっていうか、まあ、新しい組織というかまだ本編には登場してないけども、まあ、ノロとか秋吉蓮が敵対してるじゃないけども、そういった組織がいて、そいつらのせいでこうなったんだよっていうようなことをね言ってるのかもしれないし、彼らの仕業っていう、彼らっていうのはまあ間違いなくそのシェルターのまあ蓮とかね、ノロ、ヘンミに対して絶対に敵対じゃないけど関わりがある人物だと思うので、それがね誰かっていうところがまた新しい考察ポイントがね増えたなっていうところなんですけども、でもなんかこのね3人の会話を聞いてると、その罰印ゴーレムないし、まあゴーレムの情報みたいなものは割と3人で共有してるのかなっていうような感じもしたんだよね。そうだね、うん、っていう風になると、そのね、我々はノロがゴーレムにね罰印をつけてるんじゃないかっていう風に、予想はしてるんだけども、そこで3人でねゴーレムのね情報みたいなのをね共有してるような感じがするので、もしかしたらレン、ノロ、ヘンミを含めた割と3人は仲間じゃないけど、グルになってそういったことを、罰印ゴーレムを作ってシェルターに、隔離してっていうことをグルでやってんのかなっていう可能性も出てきたのかなっていう、だその罰印をつけてるのはノロだけども、まあ、それすらもレンとかヘンミは知っててっていう可能性も多少は出てきたのかなっていう感じがする。ちょっとそのね目的が全然明らかになってないのから関連付けるのはちょっと難しくはあるんだけども、まあ、それもゼロじゃないのかなってなってきたよね。そうなるともう、シェルターの幹部たちが黒幕みたいなことに、そうだよね、なってくるんだけども、でもやっぱさ、レンの言動とか、行動とかを見てると、なんかそういった黒幕チックな感じはしないから ね、だからちょっとね、やっぱ違うのかなと思いつつも、まあ、可能性としては一個あるのかなっていう感じはね、一つ出てきたなっていうところですよね。で、続いてがですね、本当にコメントの多かった黒民順のね、考察に行きたいと思うんですけども、アリエルさんですね。はい。はい、クルミのようにゴーレムウイルスかける抵抗物質で記憶喪失になるのであれば、ミンジュンも記憶喪失でも髪の色までが変わってるのが意味不明すぎて同一人物ではないのかなとも思いますし、クロミンジュンが何者かが鍵を握っているはずなのにその考察が一番難しいっていうことで、まあ、これがちょっとね、このクロミンジュン考察の導入になるコメントなんですけども、確かにゴーレムウイルス×抵抗物質で、まあ、抵抗遺伝子のことだと思うんですけども、まあ、それでミンジュンがね復活して今現在のねクロミンジュンが生まれたんじゃないかなっていう考察をね、我々もしてたんですけども、でもやっぱりそうなると、元々のねミンジュンと髪の色も変わってるし、そこの辻褄が合わないっていうことでね混乱する、でやっぱ結局それでどうやって出てきたかともあれ、クロミンジュンってのは一体何者なのかっていうね、目的は何なのかっていうところがね一番重要になってくると思うんですけども、本当にそれが難しいっていうね、本当アリエルさんのまとめてくれた通りなんですけども、やっぱりそこについての議論がめちゃくちゃ加熱してるということで、クロミンジュンとミンジュンはね同一人物なのかどうか議論と、あとはクロミンジュンがね敵か味方かっていう、その2つの議論にちょっとね分けて話していきたいなというふうに思うんですけども、まずはねそのミンジュンとクロミンジュンが同一人物かどうかっていう議論がね割と白熱してるんですけども、先ほどねアリエルさんも言ってくれたように、キサラギ健太さんもね、クロミンジュンがミンジュンと同一の体だとしたらどこで髪を染めたのか気になりますっていうことで、黒染めな、そうで、カロさんもねミンジュンの髪色が前と違うのも気になりますねっていうことだったり、やっぱり同じだとやっぱそういうね辻褄が合わないっていうことがあったりするんだけども、そうってなるとやっぱこういう説がねやっぱ浮上してくるんですけども、アーさんですね、ミンジュン同一人物なら埋められたところから出てくるはずだからやっぱり双子説あると思った、お墓を荒らしたのはミンジュンが仲間たちに支えているのが羨ましくて嫉妬でやったと思ったっていうのね、こともあったり、その理由はともかくやっぱ双子なんじゃないかなっていう声が結構ありまして、まあ双子だったらすんなりなんかあるもんね、その服装もなんで、まあね、そう似てるのかっていうので、そうはあるんだけども、まあ一番簡単にしやすいっちゃしやすいよな、まあ出しやすいんだよね割と、だからそのなんだな、まあ双子だったらちょっと申し本当に申し訳ないんだけど、ちょっと双子ですよ出てきたらちょっと深みがなくなるつつ言葉悪いかもだけど、抵抗遺伝子とかゴーレムウイルスとかと割と
結びつく感じはするんだよね、うんうん、本当に同一人物だったら、うん、ただそこがなくなるってなると、うん、ちょっと唐突すぎる感じはあるのかなっていう気もしちゃうから、ね、ちょっと双子、まあ、もちろんねその説もあると思うんだけども、うん、どうなのかなっていう感じはしますよね。でやっぱりその同一人物っていうのは考えづらいんじゃないかなっていうような考察がねもう一個ありまして、うん、アーチさんかな、クロミンチュンが肉体的にはミンチュンだとしたら生き返る、土から這い上がる、お墓を元の形に戻す、体をきれいに洗う、服を着るとか、とにかく家庭が美味しい、誰にも気づかれずにクロミンチュンの姿まで仕上がったとは考えづらい、うん、特にチャンなんてきっと毎日ミンチュンのお墓のそばに長い間いただろうから目撃する可能性は高い。個人的にはクロミンチュンはミンチュンと面識はなく、何らかの理由で猿の島の人間か、もしくは生存者全員に恨みを抱いている人物なのかなと、仲間がいる雰囲気は全くないから組織の一員として動いているようには見えなかった、一匹狼かもということで、まあ、確かにそうなんだよね、あの先ほど冒頭にも触れたけど、やっぱ髪ね、どうやって染めたんだとかね、やっぱ身なりが違いすぎるからやっぱ違うんじゃないかっていう考察がありまして、ね、うん、墓もそうだね、本当に、本当そうなんだよね、自分がダーって言ってちゃんとこっちだってな、そうなるからそう気づかれないよ、ね、っていうのもね考えづらいっていうのがあるんだけども。で次がですね、やっぱめちゃくちゃ多かったコメントがありまして、栄養士&ドラマ考察赤さんですね、個人的に黒民人と民人の肉体は違うのかなと思いました、理由は黒民人が民人の墓を荒らしていて地面に剣刀みたいなやつを刺したら血しぶきが上がってたので、それは埋められている民人の血なのかなと思いましたっていうね、コメントをね結構こういただいたんだけども、あれね見返してみるとね血しぶきじゃなくて多分土だと思うんだよね普通に、あー、うん、まあまあっていう、結構何回も見て凝視したんだけども、うん、土だと思いますあれは。なるほど、そうあれが土だったとしても違う人だと思うっていう方はねもちろんいると思うんですけど、あれに関して言うと多分土だったのかなっていうようなね、うふうには思うんですけども、ではあともう一個ねこれもあるから同一人物じゃないのかなっていうことで、ダータカ02さんですね、そもそも民人がゴーレム化した時に響きに頭刺されるというとどめの一撃を受けているので、民人と黒民人の同一人物説はないと見ましたっていうことで、あーなるほど、そうということでね、あの頭に刺されて、はいはい、民人はね絶命したわけだから、そのね傷っていうのがまあ黒民人にまあ一見見えてないだけかもしれない、髪の毛でね覆われてて見えてないだけかもしれないけども、まあ、結構目立つ多分傷にはなってるだろうから、うんうんうん、それがないのはちょっとおかしいんじゃないのっていうことで同一人物ではないなっていうコメントもね結構いただいたんですけども、おそうで五条悟さんからもですね、もし黒民人が墓から生き返るみたいな設定だったら最後に響くが民人の頭突き刺した跡が残ると思うんですけどみたいなコメントがあって、まあでもこういう可能性があるんじゃないかなっていう返信がねそれにつきまして、アヤベンチャーさんですね、弓矢で胸に抜かれたクルミはウイルスを打たれてた影響で超人的な回復力を獲得してる、傷も見受けられない程度に治癒してるんだとしたら民人の頭の傷もそういうことなんだろうっていうことでねコメントいただいて、そうなるほど、だその民人も抵抗遺伝子、まあクルミの遺伝子から作られてたであろう抵抗遺伝子を、まあ、あの体に打たれてゴーレムウイルスと相まって完璧な姿で復活したという説をね唱えるとしたら、だそれもねクルミと同じようにクルミもね自分の遺伝子と抵抗遺伝子とゴーレムウイルスが掛け合わさって驚異的なね回復力を得てるっていう風に仮定すると、ミンジュンもそれでねあの頭の傷っていうのもすぐ治癒するっていうことはあるんじゃないかなっていうことで、そういった ね説をねそうあるっていうことを出してくれてるんですけども、ということでね、まあ頭の傷はまあそういったことで回収されるかもしれないなっていうことはね、うん、あるんですけども、はい、で次はですねちょっと戻りまして同一人物ですよっていうのね説もやっぱりもちろんいただいてまして、うん、でその中でねちょっと結構あったのがラディッシュさんですね、民人の肉体自体は海に入れた説ということで、そ民人がね海から這い上がってきたから、うん、で墓もね綺麗な状態だったからやっぱ同一人物じゃないんじゃないかなっていう意見はあったんですけども、うん、そもそもあの中に木がねポン立てられててジャージがかけられてたあの土の下にいないんじゃないかっていうねことですよね、そう埋めてないと、そう埋めてないと、だからもしもしちゃんもですね、民人はゴレムになって響きに刺されてから埋められたのではなく海に流れたのではないかなと思う、そこで黒民獣は海から来たのかと思いますということで、海に流れたの、いやまあそうなんだよねむずまあね、このそのバーン韓国へ帰りなさいか、そう韓国へ帰りなさい、ふるさとにね、ふるさとに送ってあげるっていうことで海に返したっていうのだったら、骨を海にやるみたいな、そうそう、幕みたいな、そう、あのね、中で仮装とかができなかったのかな、うん、じゃあ記念碑ってことかな、そう、記念碑的な あの意味合いであそこにあるのかもしれないし、リリースしたんだ、そう、やっぱ何かしらでさまたなんか蘇ったりしてくると大変じゃん、うん、大変、そう蘇ってきたけどね、まあね、結果的にそう、蘇ってきたけどもそう、ということで万が一のためにね、そういった説もあるかもしれないね、やっぱりね、そのドイツ人物っていう説をね、押すとなるとやっぱり墓がね、ああやって綺麗だったりっていうところが辻褄が合わない、まあ身なりが違うっていうところに関して言うと
海に流しただけじゃね、そこも回収できない んだよ。できないんだけども、うん、そうだよ、難しいとこではあるんだけどもね。むずいな、これ。そうなんでしょうね、やっぱり黒民人の存在はね、最後まで難しいですよね。辻褄が全部合うのってむずいね。そうなんだよね、やっぱ。と、うん、いうことで、まあ同一人物か、どうなのかっていう議論はね、もうちょっと、これはなかなか答えが出ないところでありますけども。うん、ちょっと進んでほしいね、次。そうだね、ちょっと。今、なんもないもんな、民人。そうだね、民人について、結構もう数カットしかね、前回も描かれなかったので、だいぶ小出しにしてくる可能性はね。高いんですけど、ちょっとね、楽しみにしていきましょう。うん、はい。で、続いてがですね、黒民人に対しての考察、もう一個、黒民人敵か味方か問題ということで、おいしょ、我々ね、第3話直後のサムで、うん、大きく、黒民人は味方っていうふうに、ね、いいじゃないか、大きく出たんですけども、うん、っていうのも、まあ、復活してね、民人、黒民人は、ね、起きたら周りがゴーレムだらけだったから、うん、生き延びるためにゴーレムをどんどん倒していかないと、うん、まあ、自分がやられちゃうからっていうので、うん、まあ、例えばゴーレムハンターなり、まあ、ゴーレムをね、倒さないと生きていけないっていう状況下に置かれたから、まあ、ああいうような風貌をして、はい、まあ、刃物を持っているんじゃないかなっていうところだったり、まあ、そのね、流れで桑田にね、とどめを刺したのも、うん、まあ、このままだとゴーレム化するっていうのが分かったから、うんうんうん、ガスってね、刺したんじゃないかなっていうことで、まあ、っていうのでね、もしかしたら普通に黒民人は、まあ、味方っていうのはちょっと言い過ぎかもしれないけども、別に敵対勢力のなんか一人とかいうわけではないというか、うん、まあ一人でゴーレム狩りみたいなのをしてるっていうような可能性もあるのかなっていうことでね、ああいった説を出したわけなんですけども、うん、それについてもね、めちゃくちゃコメントをいただきまして、やっぱ味方じゃないんじゃないかっていうコメントがね、結構ありまして、うん、S ヒカさんですね、うん、黒民人が民人の墓を憎しみを込めてるように踏みつけてるシーンや、桑田を躊躇なく思いっきり刺してる姿を見ると、とても味方とは私は思えないっていうことで、墓のところ確かにそうだね。そうだね、確かに墓のあの感じを見るとそうそうなんだよね、同一人物だとしたらなんでね、自分がもともといたところを荒らすんだっていう ね問題もあったりするし、別に荒らす必要ないし ね、まあ、うね、はい、うん、敵意はあったからね、あれちょっとそうだね、ちょっとね、敵意ある感じはしたし、まあそう描いてるのかもしれないけど ね、まあ、ね、あれ絶対敵だろっていう風な演出な風にも見えるんだよ ね、そうだね、でまあ首藤もさ、そうだったけど、やっぱなんか敵敵描かれて結局敵っていうことがさ、ね、シーズン1でもあったから、うん、まあそのね、まあまあ敵だ可能性もね、もちろんあるんですけどもね、うん、はい、ということで、まあそのね、黒民人やっぱりちょっと悪者なんじゃないかなっていうコメントが結構あって、でね、民人をね、演じられているキム・ジェヒョンさんもですね、こういったコメントを出してまして、いや、黒民人は敵だと思いますよ、民人役のキム・ジェヒョンさんが、顔は民人と同じですけど思ってることは逆ですね、一言で言うなら残酷とコメントします、ということでね、リンクも貼ってくださったんですけども、確かにね、そういったことをコメントしてらっしゃって、でまあ、一言で言うなら残酷っていう、こうなると終わりじゃん、残酷っていうね、言葉になると、まあ民人はね、残酷なことではなかったよね、うん、心優しい青年ではあったわけだから、だからこの残酷っていうのは、まあこの文章から言うと民人の心の中で、そう思ってることが残酷っていうことに言ってるから、うん、例えば記憶失ってもうこうならざるを得ないっていう境遇が残酷っていうふうな風にも思えたけども、そうではないのかもしれないよね、このコメントを見ると、うんうん、まあそれこそ響きたちにね、刃を向けてしまう残酷なってところが、そういうことそうだよね、そういう、しか思えないよね、家族に向けてしまうっていうのが、そうね、そういう展開、また、また響きがね、民人をね、刺してしまう、そう、そのあの、名シーンで、そうるさいな、うるさいな、そんなんだよ、走る前のめっちゃ鼻息やなかったけど、そう、でもね、出てきちゃうから ね、うん、めっちゃそれはもちろん残酷ですよね、うん、まあ、その敵っていうところで言うと、ユウさんですね、黒民人シェルターから追い出された人とかということで、お、あ、新しい説ですよね、はいはいはい、これは、うん、ってなるとやっぱ敵だよね、それは敵というか、はいはい、まあ、そのシェルターの人たちに対して敵っていう風にはなってくるよ ね、 そうだね、うん、だからもしかしたら響き立ち側に対しては敵を向けないのかもしれないし、シェルターに恨みがあるっていうのだったら、シェルターに対して敵対する人物として登場してくるのかもしれないけど、うん、でも一応猿ノ島に上陸してたからね、なんか猿ノ島と因縁がありそうな感じっていうところもまたポイントではあるんですよね、うん、で、あとですね、ドラマ本編では異なるんですけども、竹内涼真さんのね、インスタのストーリーにですね、ちょっとこんな画像が上がってたそうで、コクテさんですね、ちょっと省略します、竹内涼真くんのインスタで黒民人の目に×印がついてました、×印は黒民人がつけているのかと思いましたっていうのね、コメントをいただいたんですけども、うん、DM いただきまして、そのね、うん、その写真添付して送ってくださったんですけども、まあ、黒民人のですね、右目にですね、この十字の×印がね
ついてて、あら、でもなんかそういった生々しい傷じゃなくて、まあ、傷跡みたいな感じで、はいはいはい、あの×印、まあ、十字がついてたんですけども、でもってなるとさ、×印をゴーレムにつけてる側の人だとしたら自分にはつけなくないっていうのもあるし、まあ、我々は呪うじゃないかなっていうふうに言ってはいるんだけども、うん、ってなるとやっぱ呪うと戦ってそういった×印をつけられちゃったみたいな。呪う強いのじゃ。でもそうだね、結構黒民事の方が圧倒的に強そうであるから、ね、あれに黒民事に罰印をつけるのは、うん、まあ、相当なあれだよね。でもなんか組織だったら、うん、そのサザンクロスグループみたいな十字の、ああなるほどね、うん、十字グループみたいな。で某ドラマでは羽マークがみんなにあったり、ああるからそうだね、うん、その十字っていうのでその支配していくじゃないかな。ああなるほどね、まあ道具としてるゴーレムもこうつけてやってるみたいな感じがあるかな、うん、サンガの民順って右目隠れてなかった？まあそうなんだね、結構その見た感じだとちょっとね確認できなくて、だからあのパッてやると出てくんのかな、ハリーポッターみたいな。あー、あーなるほどね、額の傷的な感じで、まあ元々もうついてる、すでについてるものだとしたら、でそうなるとやっぱつけられた側、つけられた側になってきて、シーズン2でつけられたってことか、シーズン1でないもんね。そう、あのまあ同一人物かもまだわかんないもんね。まあね、ってなるとさっきね、そのユウさんが言ってくれたみたいに、もともとねシェルターにいて、そういったことをされて追い出されて、復讐で今あのシェルターを目指してるような人物かもしれないよね。あー、うん、あーなるほど。そうなってくるとまあミンジュンとはね全く別物にはなってくるわけなんですけども、たまたまにしてた。そうってなるとやっぱそのプロミンジュンについてる罰重視っていうのはめちゃくちゃ重要になってくるよね、その敵か味方かっていうところだよね。やっぱシェルターと敵対してるっていうのはちょっと可能性としては出てきたのかなっていうの ね感じはしますよね。はい、ということでですね、そういったね2大トピックをお届けしたわけなんですけども、うんうん、まあそんなねプロミンジュンが桑田をね最後とどめさしたわけなんですけども、まあ、ちょっとそのシーンについての考察っていうのがね1個ありまして、より浜さんですね、クロミンジュンが桑田を刺すシーンで周りのゴーレムがみんな死んでいた気がするのでクロミンジュンが殺したのではっていうことをね考察いただいたんですけども、そこのコメントを見て改めてちょっとそのね桑田のシーンを見てみたんですけども、確かに桑田の周りのゴーレムって全員もう倒れてたんですよね。そうでも桑田はその前に、まあ、一人でねその傷バッてやってゴーレムに取り囲まれて、まあ、5、6体のゴーレムに囲まれて、そうで抑えられて噛まれてガーってなっちゃうんですよ、うんうん、ってなるとその後に桑田がうわーってなって全員ナイフで倒したっていうのはちょっとさすがにもう無理なんですよね、あの状況下では。確かに。ってなるとやっぱりそうだね、その桑田がねやられて目を覚ますまでの間に他の誰かしら第三者がその周りのゴーレムを倒してないとちょっと辻褄が合わないっていう風になるんですよね。確かに確かに、うん、ってなるとやっぱさっきも言ったように黒民順がやって、あそれでね桑田もまあ、ゴーレムになりそうだからっていうので、うんうんうん、別にその桑田だったから殺したとかじゃなくて、うんうん、別にゴーレムになりそうな人間だったから殺したっていうことに繋がってくるのかなっていうふうに思いまして、うん、なるとクロミンジュンがやっぱゴーレムハンターじゃないけど、まあ、普通にゴーレムを倒しながら生きている人、ね、生きるためにはゴーレムをね倒さないといけないっていうような、状況を強いられてるね人物っていうことにもなってくるのかなっていうような感じはしましたよね。うん、でまあそうやって桑田のね周りのゴーレムを倒したってなると、うん、まあ、×印をつけてるのが黒民順じゃないかなっていう説もねもちろんあるんですけども、うん、自分でさ×印をつけてでゴーレムを放ってでそれを自分で処理してるってのもさちょっとよくわからんくない、うん、ってなるとやっぱりその×印つけてるのは、まあ、呪うっていうかね、シェルター側のね人間になってくるのかなっていうのがまたここでも一つ根拠が強くなってくるのかなっていうふうにねその桑田の退場シーンで思ったわけなんですけども、うん、ちょっとね改めて見返すとそういったね発見がありましたね。はい、でちょっとねそれに付随してあの第3話のね直後考察で言ったところで、あこれ絶対違うなっていうところがあったのでちょっとそこね一個訂正させていただきたいんですけども、はい、秀則チャンネルさんですね、防空壕のような場所で呪と思われる人物がゴーレムの顔に傷をつけた時に靴に血がつく場面がありましたが、はいはいはい、あれはゴーレムの靴の方にかかったように思いました。ナナコに襲いかかったゴーレムの靴と血がついた靴が同じだったようなということで、それで、ね、見返したんですけども確かにねそっち側でしたね完全に、うん、洞窟内の血がついた靴とそのナナコを襲ったねゴーレムの靴をねちょっとちゃんと見比べたんですけども、うん、全く同じだったので、あの血がついた靴っていうのはゴーレムの罰印をつけられてた側のゴーレムのね靴だったということで、そこはねあの間違いないところだったので、うん、いやちょっと僕ら一瞬見た時に呪の靴じゃねえかってそう思ったんだよね描写的には。そう
そうなってくるとますますノロの可能性が出てくる。そうだね。だから我々はそのノロの口についちゃったからみんなにねバレないように履き替えたんじゃないかっていうふうにね、うん、思ってはいたんだけども、もうそうじゃなくてもともと靴についてなかったってなると、まあ、そのままの格好で多分あの後、うん、秋吉蓮と二人でね、うん、歩いてるシーンがあったので、ただねその服装とかは一致してるので、傷をつけた側の人のね靴はあの洞窟の場面では映ってなかったってなると、はい、ますますやっぱノロに ね、 そうだね近づいてくるのかなっていうような感じがしたので、うん、ねコメント本当にありがとうございました。そう気づけなかったこれ。秀典ありがとうということでですね、僕たちはねこの秘密世界が終わる日にシーズン2以外にもねこんな考察をやってます。ドン、新しく始まる春ドラマのですねネメシスのね考察動画をね徹底予習ということで出しましたので、そちらの方もご覧いただいてね、秘密世界ファンもネメシスもね一緒に盛り上がっていけたらなと思いますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。でですね、僕たちは秘密世界が終わる日にシーズン2のねリアルタイム生放送というのもやってるのでですね、残り第4話5話6話もですね一緒に見ていただけたらなというふうに思います。ということで以上ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕自身の動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。はい、ということでペチ、はい、みんな気になるクロミンジュンの第一声は何？クロミンジュンです。公式になったクロミンジュン。自己紹介。自己紹介。